被害者はこの館の主、原田与吉さん、57歳。死因はロープで首を絞められたことによる窒息死。推定犯行時刻は約1時間前か。なるほどな。はい。それに加え、事件当時この屋敷は密室だったため、必然的にこの屋敷の中にいた者が犯人だと推測されます。そして事件当時この屋敷の中にいたのがこちらの3名です。1人目は第一発見者であり、被害者である原田与吉さんの妻である原田咲さん。私の夫は誰に殺されたんですか？そして被害者である原田与吉さんの息子である原田健二さん。まさか父が殺されるなんて。そしてこの屋敷の執事である吉川元春さん。旦那様を殺したのは一体誰なんですか？許せない。こちらの3名です。しかし3名のいずれともアリバイがあり、はっきり言って捜査は難航しています。なるほど。事件現場に何か変わったところはなかったかい？そういえば被害者の原田与吉さんはこのビンゴカードを手に握った状態で死んでいました。ちなみに空いている数字は11と22と51です。なるほど。被害者はこのビンゴカードを手に握った状態で死んでいたのか。そして空いている数字は11、22、51か。被害者である原田与吉さんはこのビンゴカードに死ぬ間際最後のメッセージを残したんじゃないかな。つまりこれはダイングメッセージ。そういうこと。なるほど。さすがは泣く子も黙る名探偵青木真一さんだ。いや、でもこのダイングメッセージどういう意味なんでしょう？木下くん、もう謎は解けてるよ。まずはじめにひらがなの50音表を思い浮かべてみてほしい。そしてそのひらがなの50音表に縦に1から5、そして横に1から9の数字を当てはめるんだ。そしたら縦の数字と横の数字からなる2桁の数字から一文字のひらがなを導き出すことができるんだ。殺された与吉さんはこの手法にのっとってリンゴカードに穴を開け、僕たちに犯人を伝えようとしたに違いない。じゃあ早速読み解いていこうか。確かビンゴカードに開いていた数字は11、22、51の3つだったね。ということはこの3つの数字から導き出せるひらがなはあと、きと、おだ。